解体前の原宿団地原宿団地は東京都渋谷区にかつて存在した住宅団地である。日本住宅公団が開発、分譲したが老朽化のために高層マンションへの建て替えが決定2010年までに閉鎖された。1957年に竣工正式名称は原宿住宅マンション。かっこの間取りはに DK。 広さは35から37平方メートルであった。重道配置の設計は、津端周一で、アントニン・レーモンドが手掛けたような、すべての部屋に緑の風と光が行き渡る、ガラス張りのコアのある住宅を市民たちにプレゼントしたい、というテーマでの設計であったという。解体中の様子完成から50年以上が経過して、建物が老朽化したが、高立地であることから、 マンション化による再生が計画された。内容は、従来の団地6棟を地上19階建てのマンション1棟に建て替えるというもので、住戸数を従前の倍の220個程度として、建増し部分を一般に分譲することで収益が確保される。事業には、新日鉄都市開発と三井物産が参加し、2010年春の建設開始、2013年の 完成が予定されている。この計画は原宿住宅団地管理組合によって進められたが、総合設計制度を用いての幅50メートル、高さ60メートルという大型マンションを建築する計画には近隣住民からの大きな反対を受けている。工事着工後も高層マンション建築に反対する上りやメッセージカードが団地正面の外縁西通り沿いや町のあちこちに 数多く設置されている。2010年1月には、総合設計許可処分の取り消しを求める行政訴訟が近隣住民により提起された。その後2011年5月中には、新マンションの建築が実際に開始された。建て替え後の個数は220個となり、各個の広さは50から129平方メートルとなる。全体のうちの70個が、 旧原宿住宅の所有者向けで、残りの150個は2012年春より、販売、2013年9月には引き渡されるという。2011年9月までには、当該再開発物件が、ザ・ジングマイレジデンスと命名され、住宅分譲の予告広告が開始された。売り主には、新日鉄都市開発と、三井物産の他に、NTT 都市開発が名を連ね、 実際の販売は、三菱地所レジデンスと三井不動産レジデンシャルによって行われる。道物件の敷地面積は5176平方メートル、開発面積は5336平方メートルで、高層部分と低層部分から構成される地上18階、地下2階建ての建物が2013年4月下旬に完成、倉庫数は 試験者用72個を含む220個となることが案内された。ABC マンション再生構想下で、日本経済新聞平成23年1月23日、有刊一面 ABCD、日本経済新聞平成23年5月27日長官、ABC、平成24年3月上旬販売開始予定、ザ。 神宮マイレジデンス予告広告平成23年9月配布。ありがとうございます。